川駅西側、整備も進み新しい街に人々の流れが出てきました。そして10月4日、未来を開く文化創造拠点東海市芸術劇場がオープンします。東海市芸術劇場は、文化が人を作り、人が文化を作るをテーマに、東海市の新しい文化芸術の発信・創造の拠点となる文化施設です。再開発ビル、ユーナル東海内の地下1階から地上5階にあり、地下には140台収容の駐車場を完備しています。高いですね。かなり明るくて広々とした空間ですね。はい、このエントランスプロムナードは東西を結ぶオープンなスペースになっておりまして、たくさんの人々が行き交い、賑わいを生み出す空間となっています。駅を出てこの西側の道路まで一般の人も自由に行き来できるんですね。はい、そうなんです。で、こちらが交流広場になりますが、ここにはピアノも置くことになっておりますので、ミニコンサートですとか小さなイベント、パフォーマンスなども行っていただけます。一般の方がご自由に見て楽しんでいただくことができる場所です。屋内でありながらも開放的な空間になるように配慮した1階フロア、断熱性能の高いガラスを採用し、照明、空調などのランニングコストを抑えています。エントランスプロムナードを進むと多目的ホールがあります。ここはまた落ち着いた色合いのホールですね。はい、ここは多目的ホールで、今はこのフラットな状態になっていますので、ダンスですとか、あとここは飲食も可能ですので、パーティーとかに使っていただけます。多目的ホールは移動観覧席を備え、最大274人のショーホールとして使用できます。また電動昇降式の舞台を採用しているので、幅広い利用が可能です。そして芸術劇場最大の施設が4階にある大ホールです。わあ、この座席の赤が目を引きますね。そうですね、華やかですね。はい、すごい綺麗。大ホールは1階、2階合わせて1025席、舞台に音響に定評のある走行式音響反射板を採用した多機能ホールです。ドンチョウは2枚あり、1枚目は東海市のオリジナルで、だしと蘭、さつきをあしらったデザイン、2枚目は御園座から寄贈されたもので、画家の杉本健吉さんのデザインとなっています。ちょっと座ってみてもいいですか。はい、ぜひおかけ、早速、はい、かけてみてください。いかがですか。あ、気持ちいいです。このシートってお客さんにとっては結構重要なんですよね。はい、そうですね。そしてこの幅も前もとってもゆったりしているように感じるんですけれども。はい、座席幅も前後の間隔も広めにゆったりとしたサイズで作っております。座席幅は1階席が55センチ、2階席が52センチで、前後間隔が95センチ。文化センターの座席と比較しても、幅で10センチ、前後間隔で5センチ広くなっています。座ってみて感じたんですけれども、舞台とっても近くないですか。はい、この大ホール、1000席のホールなんですが、舞台がとても近く感じられるように、実はこの1階席と2階席が2層構造になっていまして、より舞台を近く感じられるようになっています。いろんな公演を見るのが楽しみになりますね。そうですね。
おかげさまで10月4日のオープニングの祝祭コンサートのチケットもすでに完売しております。皆さんの期待の大きさが伺えますね。そうですね。大ホールでは国内外の一流アーティストによる様々な公演が予定されています。ご期待ください。魅力的な公演が盛りだくさんなんですけれども、その公演がお得に楽しめるアイテムがあるんですよね。はい、それがこのユーナルフレンドメンバーズです。ユーナルフレンドメンバーズにはプラチナ会員とユーナル会員の2種類があります。ユーナル会員は会費無料で、ウェブでのチケット購入やメールマガジンが受け取れます。プラチナ会員は年度会費1000円でチケットの先行販売やチケット料金の割引、機関紙の送付などプラチナ会員だけの特典が盛りだくさんです。さらに今だけのオープニングキャンペーンがあります。オープニングキャンペーンとはどのようなものですか？はい、平成27年度中に入っていただきますと、期間を1年延長して平成29年3月31日までご利用いただけます。それはかなりお得ですよね。はい、すでにもう多くの方にご入会いただいてます。もう入るなら今しかありませんね。はい、ぜひ皆さんご加入ください。はい、ください。メンバーになるには東海市芸術劇場のホームページから必要事項を登録の上、担当窓口で会費をお支払いください。登録は窓口でも受け付けています。入金が確認できた時点で会員登録入会完了となります。大ホールのある4階には目的に合ったさまざまな施設があります。大・中・小と広さの異なる練習室は25人から80人程度の合奏や合唱、演劇、ダンス練習などができます。展示会などに適したギャラリー、ここでは10月4日から11月1日まで市民作品展が行われます。東海市の好きな風景や人々の姿をテーマにした絵画写真展です。キッズルームには授乳室が設置されていて、託児や子育てサークル活動などで安心して利用できます。6人編成程度のバンド練習や楽器の個人練習に適したバンドスタジオ、1時間単位で使うことができます。3階には大ホール付属の楽屋として和室・洋室・7室を用意。大ホールの舞台と同等の広さのリハーサル室もあります。詳しい利用方法は東海市芸術劇場ホームページ、またはご覧の電話番号までお問い合わせください。東海市では名古屋フィルハーモニー交響楽団と吉本クリエイティブエージェンシーと東海市人づくりパートナーシップ協定を結んでいます。出会いの教室は子どもたちが優れた文化芸術に触れる機会を作るため、管弦楽の専門家を小学校に派遣しています。吉本流楽しいコミュニケーションはコミュニケーションのプロである芸人さんを講師に迎え、生き生きとした自己表現や楽しくコミュニケーションできるコツなどを学ぶワークショップです。今後はこうした授業が東海市芸術劇場を拠点に行われ、文化芸術活動を通してより一層人づくり、地域活性につながることが期待されます。この劇場は文化芸術の拠点として本当にたくさんの楽しみがありますね。はい、この劇場は10月の4日日曜日にオープンします。一般の方は午後1時30分からご入場いただけます。何か見どころはあるんですか？はい、大ホールや多目的ホールに設置しているピアノのお披露目イベントがあります。楽しみですね。はい、ぜひ皆さんお越しください。